今ない〇〇を妄想する M8 招待招待武藤平の友人屋でございます。いい隊長です。隊長でございます。はい、ストレートエニアグラフタイプ8挑戦する人編。俺はジャイアンガーケだ一生。あ、昭和のジャイアンはそんな感じでしたよね。そんな今違うんですか。今令和のジャイアンちょっと優しいかもしれません。ということで、うん、今日はタイプ8挑戦する人、うんうん、反応タイプで自己主張反応する自己主張ですと、うん、あの前隊長がその7の終わり際に、うん、6の終わり際かな、うん、8番めんどくさい人ですみたいなことを言うからまたちょっと怖いんですけども8ですからね、うん、今反応してるかもしれません、うん、でこのタイプ8、うん、もう真っ先に来るのが自信がある、うん、パワフル、うん、決断力がある、うん、義理がたい、うん、勇敢、うん、よくあの芸能人とかで挙げられるのが、うん、例えばあの星野仙一さん、あ、そう、和田アキ子さんとか、うん、もう怖そうな人です。もういわゆる自己主張、うん、力が全てみたいな、うん、こう力でねじ伏せていくタイプ。なんか分かりやすいといえば分かりやすい。分かりやすいですね。よくなんかこう怒ってる感じがします。あ、そうですね、確かに、うん、っていうこのタイプ8、うん、あのいつものようにこのエニアグラムあなたが知る9つのタイプ、うん、でもですねパワフルで幅を利かせるタイプだと、うん、強く自信があり自己主張する、保護者的で基地に富み決断力もあるが、うん、尊大で傲慢になり得る、うん、で周囲をコントロールしなければならないと感じていると、うん、往々にして対決し威圧的になる、うん、他人と親しくすることを自分に許しにくい、うん、なるほど。裁量においては、うん、自分の力を使って、うん、他の人たちの人生をより良いものとする、うん、英雄的で寛大、うん、これだと6からすると、うん、もうかっこいい。この要はボスなんで、はいはい、自分がトップなんですよ。常に、まあ、確かにそうですね。トップであろうとするから自分より下の人には寛大でこう守ってやらなきゃ。だってその自分より下の人にこう頼ったりはしないじゃないですか。これなんか、うん、よく先ほどもなんか6と同じで、うん、要は仲間、うんうん、仲間が大切だと思っている、うん、ここはなんか私、うん、タイプ6とタイプ8は似てるところなんですけども、僕の場合仲間ってこうやって肩を組んでるんですよ。どっちかっていうとこう同僚的な感じですよね。もう仲間です。でこうタイプ8、タイプ8は、はい、こう会社で言ったら社長ですよね。肩は組めない。肩は組めない。恐れ多くて、そうなんかこう上から見てる感じ。俺の 親分派だ。そう、親分だ。なるほど、うん、俺の部下たちみたいな、そういうこう自分がボスとして君臨してるのがタイプ8。のがタイプ8。前そのタイプ7の動画の終わりで面倒くさいってことを言ったのは、うん、あの父親が多分タイプ8なんじゃないかっていう。タイプ8で結構こう子供の時からこういろいろ今こうエニアグラムも知って、はい、この人タイプ8だなってなるほど思うからこう優しいのは優しいんですよ。要はあの、うん、ジャイアンも、うん、映画版のジャイアンだと、うん、すごい仲間を助けて、うんうん、リーダーシップ取ってなんか真っ先に行くみたいな、うんうん、なんか強敵がいても俺についてこうみたいな感じで、もう英雄、これで言うとこの英雄ですよね、うん、自分が先頭を切って戦いに行くみたいな感じだから、はい、頼りがいはあるんですよね、すごく。要はあのもうボスに、うん、ボスとなればこれほど頼れるような存在はない、うん、ない、はい、けどこうボスの気に入らないことをするわけじゃないですかまあ思い通りにはなかなか人ってそれぞれですからね、うん、そうした時にこう反応の自己主張タイプなんでパワーでこうねじ伏せてくるんですよね。もう多分怒ることを厭わない、厭わない。なのでまあ、よくこう他人全く見ず知らずの人でも、もう普通に怒鳴ったりできるし、いや自分が不快だと思えばそれはもう反応して自己主張できるんですね。そうそう、でこう戦いに行く。なるほど。ここは多分タイプ6、うん、同じ反応タイプ6でも、うん、タイプ6の場合だと、うん、あ怒鳴った後で、うん、こんなこと言われたらどうしようとかってやっぱり考えちゃうんですよね、うん、でやめとこうになるんですけど、多分この人はこの人はこう戦って自分が上に立つって思ってちょっと笑っちゃいますね、ちょっと。なるほど、自分が上に立って支配しようとする。なるほど、うん、まあ、頼りにはなりますね。頼りにはなるけどこう敵対するとすっごい面倒くさい。
なるほど、うん、あでもその時僕はもしかその傘の下にいれば、うん、とても頼りがいのあるタイプ8。そうそうそう、うん、でこれがあのウィングで7に触れると、うんうん、まあこのタイプ8の特徴プラス7の頭の回転がプラスされる、うんうん、なんで8っていうとどちらかというと7に比べて現実的な人なので、うんうん、まあそのカリスマ的になって起業家精神に富んだ方が多いのがこの8のウィング7で、まあ、どちらまあ書いてあったのが人に挑むことが得意って書いてありました、うん、挑むこと、そうだから挑むこと、要はなかなかその競争意識が高い、うん、そうだから負けず嫌いなんですよね。まあ8自体が負けず嫌いなんで、まあ、なるほど、下になるのはもう我慢できない、うん、コントロールされるのを良しとしないしないから戦おうとする、あの短期とも書いてありました、うん、ちょっとしたことで戦おうとする、はい、っていうこの、うん、でまあ9の方に触れると、うん、この8のウィングの9は9ってあのもう平和な人なので、どちらかというと静かで地に足のついた感じで力や自信がある、うんうん、でなのでその心が温かく家庭志向になるよと、うん、ただその人を守るっていうところで力とリーダーシップを主張しますと、うん、でこういうとあ優しいじゃんと思ったんですけど、うん、優しいんですけどもこの静かなのには理由があって、うん、戦略的で用心深いと、うん、やっぱりこの8なので、うん、その現実をどうコントロールするかっていうのを戦略的に用心深くっていうのがこのタイプ9に増えた、うん、本能タイプの人ってこう縄張りが重要なんですよ、ね、自分の島を荒らすな的な、なるほどなるほどなのでこうこっちになってくるとそこを守るときにはどうしたらいいのかっていうのをこう考え出すっていう、そうですね、確かに8のウィング9はもう両方とも本能タイプですもんね、なるほど、なんで静かなんだけども、うん、この自分のところを守ろうとしてるんですね。それは本能タイプっていうのが、うん、その今キーワードで言うと、うんうん、今の、うん、今が快適か不快か、うん、っていうのでこの8の人は、うん、今自分が快適か不快か で、うん、で快適なものにするために、うん、自分の力を振るうと、うんうん、そう快適を手に入れるために今が快適になるために手をそう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 、なるほど、うん、だから快適を多分侵略してくるんですよ、まあいろいろ敵が敵じゃないですけど僕は敵じゃないんですけど、まあその人それぞれ考え方があって、そうそう、まあ蜂の思い通りに動いてるわけじゃないですもんね。蜂の思い通りが多分蜂の快適なんですよね。でしょうね。でそれをこう侵略を犯してくるから、侵略してるつもりはないんですけど、まあ多分僕も侵略してくる、多分蜂から見ると侵略されてるんですよ。あそうか、それは本能タイプ。そうそうそう、本能タイプ。ただ旧の人も多分そうなんですね、うん、で自分の快適だって思ってるところを、はい、それができなくなる状態にさせられてる、はい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 、うん、それはこう直接的なのか間接的なのか分かんない、まあ、いろいろありますけど、で、はい、それに対して怒りが出てくるんですよね。だから8だったらこう自己主張なんで、お前黙っとれんの、その怒りを表すんですねそう、お前はもういらない、お前はもう黙っとれみたいになるんですよ。確かにそう、こちらの本でも、うん、8っていうのは、うん、要は子どもの頃に、うん、まあ、自分が自立しなければって真っ先に思った人、うん、で要は優しいとか、うん、寛大っていうのは、うん、なかなか、いやそれを弱いって捉えるらしいです。つけ込まれるって思ってるんですよ本当敵か味方かなんですね。そうそうそう、敵か味方か、なるほど、うん、だからこの人で敵か味方かで、しかも自分がボスなんで、はい、頼るとすっごい喜ぶ。あ、なるほど、うん、だからうちの親父タイプ8で、はい、いろいろあるじゃないですか、中学校から高校に進学する時とかに、はいはい、こうまず母親にここの学校行こうと思うんだけどって相談するじゃないですか、まあまあ、うん、軽くね、軽く、はいはい、話しやすいし、そうそしたらもう分かったけどみたいな、お母さんに聞かなかったことにしておくので、お父さんに最初に相談したっていうふうにしなさいって、その手で行きなさいとそうそうそう、お母さんに言ったんだけどは言わなくていいと、言わなくていいと、でどうした方がいいと思うっていうふうに話しなさい、そうするとお父さん喜ぶからって、お母さんだけど手のひらの上で、だからこう頼られると嬉しいタイプなんですね。そうするともう全力で守ってくれる、全力で守って、なるほど、ただこう忙しい時もあるじゃないですか、
それはまあそうですよね、はい、で忙しい時に頼ると、はい、そんなことで一時頼ってくるなって怒るんですよ。じゃあ勝手にやりますって勝手にやってると勝手にやるとこう自分のコントロール支配下から外れるんで、はい、それはそれで怒りが来る。何勝手にやっとんのやと。そう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 。だからこう顔色を伺わなきゃいけないんだけど顔色を伺うのも怒る。何おどおどしとんだと。そう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 。これはちょっと言葉を借りると厄介ですね、このタイプ8、うん、でこのタイプ8がのとらわれは欲望ですと、うん、しかも強調して書いてあったんですけど、うん、強烈を求めるらしいんです、うんうん、全てにおいても現実的で、うん、現実的なものに挑もうとしている、うんうんうん、手に入れようとしてるんですよ、ね、でも私この本を読んでいても、うん、さっぱりこの気持ちが分からなくて、うん、ちょっと、うん、何なんですかねこの強烈欲望っていうのは。欲求じゃないですか、こうしたい、ああしたい、はいはいはい、でそこにこう挑戦する気持ちが強いさっぱり分からないですなるほど。だからもう挑戦したいんですよ、手に入れたい、挑戦したい。なるほど、うん、もう全てを自分のこの中に入れないとダメなんですね、うんうん、入れたいと思ってる。これはパワフルっていうのがやっぱりちょっと分かりますね、うんうん、でこのタイプ8が分裂、いやその、うん、トラバリの方向に落ちていくと、うんうん、タイプ5のマイナス面が出ます、うんうん、これはもう引きこもる、ただあのタイプ5は有利タイプなんで、うん、その本当に離れていくんですけど、うん、こういう人は引きこもって戦略を練ってますちょっとあいつをどうやったらみたいなことを考えるんですよ、きっと。怖い、これは恐ろしい、うん、で極めて霊障的になると、うん、本来このタイプ8っていうのは義理堅くて、そうそうそう、要は優しいんですね本当は。守ってやる、守ってやるっていう思いが強い人が、うん、この人たちをやりくるめるために引きこもっていくっていう。だからもう気に入らないやつ切り捨てる的な感じになってくるんで、どん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 こう、本来仲間が大切なタイプですよね、うん、仲間が大切なので、うん、この引き分裂の方向に落ちていったら要注意ですよと、うんうん、この本来自己主張であるべきなのに有利タイプのような形になるっていうのは落ちている所作ですよと、うんうんうん、タイプ5のように、はい、なんでこれはもう手放しましょう、うん、そうすると統合の方向がタイプ2のプラス面です、うん、本来の姿は面倒見が良くて人の成長を助けるっていうのがこの本来のタイプ8、うん、で心を開き、うん、自らの優しさに触れる、うん、これがちょっとまたピンとこないのではあまりやっぱ心を開くっていうのに慣れてない、慣れて、要はだからつけ込まれるっていうか、そうか、心を見せるとつけ込まれると思っている可能性がある、コントロールされてしまうんじゃないかっていう。なるほど、多分ここですね。そう、僕結構パカって心を開くんです、うんうん、多分あの融和タイプなので、ああのもういじってくださいみたいな感じでパカって開くんですけど、うんうん、この人はコントロールされるのを良しとしない、良しとしないから、こう一つのコミュニケーションで自分がこう上に立って、上に立って仲良くなりたいんですよねなるほど、うん、だからこうあいつは俺のことをよく慕ってくれてるからみたいなことに快感を。なるほど、うん、だからこうプラス2の方向になってくると、はい、そこら辺がちょっと緩んできて、まあ、ちょっとこうフレンドリーにタイプ2のように、うん、もう笑顔が、笑顔にあふれみたいな、うんうん、でまあその辺もちょっとつけ込まれるとかっていうのもちょっとこう緩んでくるみたいな、 ある程度許すっていう、うん、許す。確かなんか、うん、晩年の星野仙一さんとか、うん、すごい表情も豊かで優しいような感じ、あれが本来のタイプ8。そう、まあ、本来のっていうとどっちもタイプ8ですけどね確かにいい方向のタイプ8、統合の方向に向かったタイプ8、こう鉄拳制裁とか言ってる時はあんまり良くないよ。なるほど前回の時ですね、はい、っていうこのタイプ8、うん、あのなんでとても分かりやすい自己診断で、もう多分まあでも自己診断は間違いやすいんでね。まあ確かにそうですね、うん、人から見ると分かりやすいです。まあそうですね、でタイプ8の人が僕タイプ6かもしれないって言ったら、うんうん、周りの人はいや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 って言うと怒りますからねで怒る確かに何言っとんだみたいな、俺は6だわって。そうなるほど、うん、っていうこのタイプ8なんで、うん、付き合い方は、うん、あの付き合い方のコツとして、うん、このエニアグラムでパートナー探しっていう本を読みますと、まあ、隠し事はしない、うん、あと先ほども言いましたが、この隠し怒るからっておどおどすると、うん、もうこの人は突っ込まずにはいられなくなると、いちいち人の顔色く伺いやがってって怒りがっていう方なので、あとはその
言われたことに対して傷ついたら、うん、傷ついたって言ってあげるのもいいと書いてあります、うん、この人別に怒ってなかったりするんですよ。怒ってるつもりは全くない。そうでもう、こう怒パワフルで、まあ、声もでかくてみたいな。あそう、この本能タイプは全体的に声が低い方が多いんですよね。声が低い。なんで体調も私と比べて、うん、あのよく言われるんですけど声が低いですよね、うん、で私はあの思考タイプなので、うん、声が高くてくるくる回ってくるくる頭の中でまたパッパッて出るんですけど、体調はってこう一旦こう腹まで落ちてこういうことかなって言って出すみたいな。なんで声は若干やっぱ低い方が多い、うん、でこうそう回転が思考タイプの人は早い、はい、パッてパッて書いて頭の中で考えてパッて出ますね、うん、でこう本能タイプの人は腹まで落として答えるからワンテンポ遅れてくるみたいな。なんでここの関係は結構かなり対照的というか、うん、思考センターとガッツセンターで、うん、っていうこの声と思うのガッツセンター、声が低い、うん、でまあ自己主張なのでというか、まあ、タイプ8パワフルなんで声もでかいんです、うん、なそうか体調はおいみたいなゆふりタイプですもんね。そうそうそう。そっかそっか。声もでかくてこう威圧的なんで、怒ってなくても怒ってるように感じてしまうので、そう傷ついた時にはあちょっとそれみたいな傷ついたって言うと、あちょっとあそうですね、怒ってるわけじゃないんだけど、本来は優しい人です、うん、はい、なので言うといいですよっていうっていうことが書いてあります、うん、このタイプ8なんで、うん、周りからは多分分かりやすいですね。分かりやすい。本人が気づいてるかどうかはまた別の話で、あとはその役割によっては、うん、例えばその社長とかっていう立場の人は、うん、タイプ8に見られるかもしれない。それはなぜなら、うん、こういう、あそうそう、この辺とかね、頭のそうタイプ社長タイプはこうでなければならないと思っているから、うん、タイプ8に見れるかもしれないっていうのはよく言われてますね。建築屋の社長とか政治家とかタイプ8みたいな、あイメージはイメージはあります、ね、うん、だからそれもそういう8の面が出てるかも。いや、うん、本来このエニアグラムってみんな それぞれの要素を持ってるっていう話ですもんね、うんうんうん、なんで8じゃなくても8っぽくなることは、8っぽくなることは、まあ、要はその例えばこうガツンと言わなきゃいけないポジションの人だったらガツンと言うしかないわけじゃないですか。あそうですね、はい、でそうしてると8っぽくはなりますよね、はい、でもこの本当に8の人は普通でもそれができる、うん、普通でもそれができるし、知らないところでもそれが、むしろこう我慢できないぐらいあ抑えれないんです、ね、抑えれない、それが素だからね、素で出てる強烈を求める、うん、なるほど、うん、っていうこのそう面倒くさくない優しいタイプ8、温かいタイプ温かい、だからこう成長の方向に、統合の方向に触れてるときは優しくて付き合いやすい、映画版ジャイアン、そう、はい、なんかこうよく人に奢ったりするんですよ。あ、はいはいはい、部下ですからね、部下ですから俺が俺についてこういうぐらいの感じで奢ったりするタイプなんで、はいはいはい、うまくそこにこう、そう私も頼ってたりすると得意分野でもあるんですけど、うん、だからその頼られたいんでね、頼るのを悪いなと思ってやらないとちょっと距離が出る、空いてしまうみたいな。ただまあその先ほどなんか面倒くさいって言ってた意味も多少わかるのは、うん、そのやっぱり言われた通りにこっちが動いてないと、うん、あそう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 、あの怒るんですよね、うん、で言いに行くと、うん、自分で考えて好きなようにやっていいよって言うんですよ、うんうん、好きなようにやりますよね。そうすると俺の意向を踏めたんですよ、考えろないですよで組んだつもりで言っても、うん、なんかご満足いただけないのでだともうタイプ6としては、うん、じゃあ言えよになるんですね、うんうん、やり方を細かく言えよってなるんですけど、うんうん、またそれもまたないようで、それも、まあ、結構めんどくさいんですよねまあまあまあ、まあ、だからその自分の意向を踏んでくれるような部下とかすっごいあいつはできるやつだって言ったりする、はいはいはい、でも、ね、やっぱり私もあの反応タイプなので、うん、やっぱりイラッとはするんですよね、やっぱり、うんうん、空気を読みながらも、うん、でこの辺はなんかその面倒くさいっていうのはなんか、うん、タイプ6的にはあ分かる分かるとか思いながら、だから僕が言う面倒くさいは多分有利タイプなんで、なるほど、バンってきたら逃げてしまう、はいはいはい、まあ、面倒くさいこと言ってるから近寄らないみたいな、それがまた自己主張タイプだと、うん、自己主張タイプ同士だと結構バンってぶつかったりするんですかね、やっぱり、うんうん、なかなかこの行く先々で衝突は多いタイプかもしれないですね、うん、衝突は、まあ
敵か味方かだしね。で、押さえつけるのがコントロールするのが得意。戦って上に立とうとする。だから立てないと立てるまで立とうとするわけじゃないですか。パワフルに。そう。はい。なので、まあ、結構大変ですよ。本人が大変ですよ。多分。まあそうですね。うん、でこういう自分に多分悩んでると思うんですよね。あ、なるほど。っていうのも確かにあるみたいです。うん、はい。なかなかあの心は繊細、本当は、うんうん、本来繊細な方なんです。うん、見せないだけで、うん。見せるとコントロールされると思ってるので、でそれは手放しましょう、ね。手放しましょう。手放しましょう。うん、で、あの統合の方向はいいですよっていうのを覚えておくと、うん、敵か味方かだけじゃないですか。じゃないですよっていうことですよね。というところで、はい、はい、次は、タイプ 9体調の、はい、多分これも最後のタイプ、はい、私はまた分からないところが多いと思うんですけども、うん、多分体調に聞くと、うん、あ、そうなんだっていうのがあると思いますので、はいはい、またタイプ9もまだ難しいタイプなんですよね。診断、その自己診断するのに分かりにくい、うん、分かりにくいタイプ、6と9は分かりにくいタイプだと自分、はい、自己診断では、はい、そうでもない気がするんですよね。さっと出ました、うん、さっと出るっていうか、まあそう言われればそうだなっていう感じに落ち着きやすい。けど人は分かりにくいですよ。あ、人から見た時に、人から見た時にとか、僕が9の人を見た時にこの人9だっていうのは消去法で9になっていくみたいな。あ、長いこと付き合って、そう、はいはいはい、っていう感じでパッとこうタイプ8とかは初対面でもあこの人8っぽいなっていうのがあるじゃないですか。確かに確かに、うん、はい、そういうのがないっていうか、なるほど、うん、っていうタイプ9の話をしたいと思います。はい、タイプどうもありがとう、ありがとうございます、ありがとうございました。登録もどんどん伸びております。はい、あの皆様のご視聴ありがとうございます。次のまたチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。